はい、ホリちゃんです。はい、今日はね、今日はこれ7つの大罪、これ来たね、アップデート来て、このステップアップガチャというね、ガチャが来ました。うん、これね、250個あったら10回全部引けるんです。はい、ということで260になりました。用意しましたよ。はい、で今回このね、キャラ提供割合的に言うと、このね、リバースホーク&エリザベス、こちらが 0.5% で、リオネスノードのエリザベスも 0.5%、 新たな冒険王女エリザベスも 0.5% ということで、まあまあ SSR 確率が 3% は一緒で、この中でもこの 0.5 でエリザベスちゃん3体これがアップしてますよということです。でまあ他のキャラは 0.07% なんですが、私が今持ってるキャラでいうと、あとこんだけ枠が空いております。で、バン1体これは、出ません。まだまだです。まあ今回ね、エリザベスちゃん当たります。はい、まあ、というよりこの、ガチャこれね、1体は確定なんで最終ね、うん、まあね、このね10回回して必殺技、これをねマックスにしたいと思います。だから2回に1回ね、エリザベスちゃん出たらいいんです。楽勝でしょ、楽勝でしょ。うん、やし、まあこれ本当だったら10回回すのに30個なのが、まあ、2回に1回はこの20個でね引けるから、これねやった方がいい。でこの最後のね、これリリース100日スペシャルビューティー確定っていう、このビューティーの枠のいわゆるこれが1個確定で手に入るのは、これはいいよ。これ普通に手に入れようと思ったら、ダイヤ10個いるから、うん、これがガチャ回すだけでくれるんだったら欲しいよね。うん、今日確定でもらいます。はい、あースキルマックスのエリザベスちゃん見たいな。うん、で基本的にこの新しいエリザベスはデバフを無効出なくするみたいな感じか。はい、これですね、新たな冒険王者エリザベス、こいつ今黒影になっておりますが、スキルが一旦の間全ての敵のデバフスキルを使用不可。はい、でもう一個のスキルが、単体の味方のデバフ効果を解除。うん、で必殺技的に言うと、HP が攻撃力の 420% の回復で、必殺技ゲージ2個増加、これいいね。キャラが戦闘不能にあると味方にかかっているデバフ効果を解除、そして HP を最大まで回復で、これ特殊戦強くね。キャラが戦闘不能になると味方にかかっているデバフ効果を解除してくれる、さらに HP を回復させてくれて必殺技ゲージも2個増加、すごいな。倒れた時のあれがすごいね。ではちょっともう早速ガチャね10回あるからやっていきましょう。はい、こちらステップアップガチャ早速いくよ。はい、ではステップアップガチャ1回目、この1回目ね、この11回引くというのがね20個出てきます。最初はねもうこれでね、もう最初から当てていこう。しかもこの安くなっている20個、うん、ここからやっていくよ。はい、優勝がね100個とか、まあ、1万円課金したってことね、バレるね。まあいいや、さあいくよ。ちゃんとね、この何これじゃあ見ていこうね、全部ね。うん、さあフォークがいる、折れてる剣、そしてマジンカワレベル1、俺は金回復、これ当たりじゃねえもん、ここまでいったらどうなんだ、結構いいんじゃないか。さあ、あとはここの文字の色、今度こそ蹴りをつける、その青色最悪だ、ビスカットするぐらい引き当てならまだある、おっツンと勝ちだな、これはもう1回目からだな。虹は1個、まあ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 いいよ、うん、この虹が何かだね。さあチャンスアップ、ピンからね、虹色に変わる質もあるからね。虹、はい、来ました。 SSR リバース守護者フォークエリザベス来ましたね。はい、ということで新しいキャラエリザベスちゃんゲットでございます。ただね、こっちじゃなかったよね。うん、こっちじゃなかった気がするよね。うん、まあいいや、行こう。さあ1回目は当たりでございます。さあ2回目、これもう30個に戻ったね。これ1回が変わるからね、次これ30引いたら次20になるから、これどんどん行こう、どんどん行こう、5体ぐらい当てなあかんからどんどん行こう。さあ何が当たるか。さあ、ね、演出的には木の枝やし、マジンカもしないし、光ったり何もしてないと、うん、この完全爆死ですね。まあ、一応ね、耐えたって感じだね、マジンの攻撃にね。今度こそ蹴りをつける。さあどうだ、何がだ、青いわ、これはもうほぼほぼ爆死なんじゃないでしょうか。まあ、とりあえず、引き分けもないということで、うん、これも完全ちょっとね、うん、はい、
はい、はい、全部コインに変わる。はい、セッパークタちゃんの報酬が得られました。ありがとうございます。最後どんどんいきますよ。さあ次がね、ダイヤル20個で引けるということで、この20の方が当たるのかな、もしかして。なんかそんな気がしてきたね。うん、赤字スキップが多くがいる。お、リザの剣ダメージだ。あの流れ星に当たっとって、マジンか。あ、リザだよこれ。これ当たりだね。どうだこれは。今度こそ蹴りをつける。さあ今青色の引け。うん、でもリザの剣が当たるんですよ。それで引き分ける。さあ虹はない、金が多い。ここはどうしようかな、スキップしようかな。スキップだ。はい、新しいキャラはゼロと。うん、ちょっといいかなと思ったのにね。うん、演出が最悪やったね。さあまだ1回しか当たって、3回引いて1個新しいキャラが出たぐらいか。さあ行こう。次はね、親密度増加の飛躍の確定でございますね。これあのステップアップガチャの報酬。さあ4回目ガチャいきますよ。さあ来た。言い訳何もない、何もない。流れ星があるぐらい。魔人かまやる1円。これを魔人かまやる1円に負ける。魔人かまやる負けてからのこの引くのが何色か。今度こそ蹴りをつける。いやー金だこれ。あれちゃうロストゲインちゃう。違うロストゲインじゃねこれ。剣はいい。引け引け。さあほら引き分ける。ダメだなー、ダメだなー。引け。はい、ということで、全部コインに変わりました。はい、やばいな、やばいな。ちょっと待って、俺あれだね、俺必殺技マックスにするとか言うとったんじゃん。全然当たらへんやん、全然当たらへんやん、マジ。はい、もう次5回目、これは20個になっておりますね。ダイヤちょっと演出が良さげな感じで、さっきから1個ね。うん、やばいな、もう1体ぐらいこの5回半分のうち当てたいんやけどな。僕がいる、俺だけ流れ星。おマジンかマックス。さあこれをマジンのこれの完全跳ね返す。演出はいいぞ。さあ飛び上がって、すぐ引けの色が何色か。さあ来い、今度こそ蹴りをつける。蹴りをつけましょう。引けが金色。来い、これ貫いてくれ、頑張れ貫いて、貫いた。勝ったぜ、虹確定だろ。はい、虹は何個ある。1個。まあそうなのね。うん、おい虹、これはその弱さが敗因だ。ゆうさんだこれね、持ってるんですよ。マジこれ、外れじゃねえかよ。マジ、せっかく虹が出たのに持ってるキャラ出る。はい、ちょっとここでね、受け取ります。はい、はい、1個ありがとうございます。このマイレージ溜まっていきますね。はいはい、もう5回半分終了。まあ、虹が出たのは2回ほど出て、1個はエリザベスで、1個は、ギルサンダー持ってるコインキャラ、コインになりましたね。はい、次行こう。悲しいな、これマジか、悲しいな。頑張れ頑張れ俺。はい、演出はこれは死ぬ剣マジンカ1。はい、跳ね返す。ちょんじゃないかこれは。マジンカモレベルが1。引けが2、虹色が2人が青でもこっちがいいからね。うん、これロストインじゃないかい。これ1回負けてしまえ。ちょっと負けてしまえ。はい負ける。はい、普通に負ける、殺される。はい、はい、虹なし。はい、スキップします。はい、全コインやべー。はい、セップアップガチャ報酬ということで、ドレス、はい、ありがとうございます。はい、もうね、次6回目です。はい、これ20個か、20個で引けるやつか。きた、これね、20個の方が熱いと思いたい。うん、さあ本気がいる。剣は折れた分、流れ越しにマジンタカリ、ごめん。だからまあマジンタカリはちょっと耐えた感じの演出だね。はい、どうだ、今度こそ蹴りをつけましょう。うん、引けが青でもさっきこれで釣られたぜ。今からさあ引き分け、ここでも虹が出る可能性あるぞ。なかった、スキップ。はい、全コインダメだな。はい、マイレージ報酬獲得しましょう。はい、ということで王者エルベスコインもらいました。はい、
はい、8回目ガチャ引きましょう。これね、これくれるね。行こう、もう行こう、もう俺は悲しいぞ、ちょっと悲しいぞ。2対1しか肘を見てない。リスの剣と魔神カメレベル1で長く使ったぐらい。さあ魔神の攻撃は入るです。あとは手の色、今度こそ蹴りをつける。どうだ、虹来たぞ、敵に言ってるぞ、貫け貫けてしまえ。負けるんです、ここで負けちゃうんです。はい、残念、負けたら当たる気がする。はい、スキップ。はい、全部コインです。マジ隠しすぎん、マジで。あと2回しかないで。はい、とうとうステップアップガチャ、これが9回目ということになります。はい、もう9回目、これラストで、ラストのこの20でね、回せるガチャ。はい、これぜひ当てていきましょう。やばいな、かぶりが出たのも痛いもんな、マジで。もう意味が分からんから、俺からしたら、そのかぶりって。さあ行きましょう。さあ何もない、探検と、お、夕方剣、夕方、朝方、魔人かわいいし、魔人の攻撃にはハエルです。さあ、これが高いの、もしの色青でもさっき貫けたら、魔人のだろうけど、はい、青、これでも貫けるはず。頑張れ、一気当てる、まだ可能する、虹は、ない、あれ好き。はい、全部コインでーす。はい、もう爆死ですね、ほぼほぼ爆死ですね、今回ね。うん、ということで、これでラストとなります。はい。まあ、ラストでね、もらえるんでね、この王女エリザベス。うん。これしか当たってないけどね。うん。まあ、いいや。はい、じゃあラスト、引いてみましょう。ピックアップされてんのか、マジで。これラストよ、ラスト。大丈夫？ラストやで。さあ、どうだ？ホッピーがいる。リスの剣。伸びたマジンカーは1個。お、アメリカに戦出が来る。さあ、あとは危険の星の色、これぐらいしかないぞ、この色。さあ、攻撃を受けて、なるほど、今度こそ蹴りをつける。今日は金色、どうだ、最後ぐらい勝ってほしい、勝ってほしい、どうだ、負けるんです。マジか、マジか、これはないぞ。はーい、はい、ということで、爆死です。はい、これ10回やって、はい、まあまあ、このセットアップの、このカチューシャ、これがいいんです。はい、これ、これのために回したんです、今日ね。うん。で、とりあえず、この報酬として、このままね、1個、これは受け取りです。はい。これ、セットアップガチャ、終了です。最低だな。大丈夫、全然大丈夫だよ。この身に変えても守ってみせます。全然大丈夫だよ。リベンジカウンター。リベンジカウンター。全然なんかね。はい、もうね、このちょっと最後ね、SSR 確定ガチャ、これを回して終わりましょう。うん。はい、もうい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 い、これで確定だからこれ。はい。はい、この演出は木の枝とか全然ダメだね。マジンカもされてないです。はい。ここもこれですよ。跳ね返す部分だけ。はい、これで勝てる意味がわからないよね。これ確定だからね、こんなに使えばいい、これ確定やからね、これ。今度こそ蹴りをつける。はい、まあ、引きも青って、もうこれ最悪の演出だね。これで勝てるの、勝て勝てない、引き分けて、どう、西、マジ、そんなあり、演出も全く関係ない気がするわ。はい、聖地を見つめらないで。おお、なるほど、グリアモーン。はい、コインになります。はい、じゃあキャラ画面いってみましょう。はい、増えたのはドゥンドゥン2体、エリザベスちゃん2体だけでした。はい、とりあえずステップガチャ、まあ全部引いてみました。はい、これはまあね、皆さんもね、ちょっともしダイヤがあるんであれば引いた方がいいかなと思うガチャになっております。はい、みんなも引いてみてください。全ステップクリア、次回のステップアップガチャを楽しみに。ということで、また会いましょう。バイバイ。俺はここで当てます。マジ？いきます。これでまあ2体か、溜まるから2体確定でしょ。フォークがいる、水の剣、流れ星、魔人カマックス、攻撃は、タイル演出、微妙だな。で、放たれて、引けの文字が虹。ありがとうございます。マジ？ありがとうございます。これは来た、貫けよ、そこが大事だぞ。負ける、引き分けじゃない、負ける。負けかよ。演出が、はい、虹なし、負けたからな。スキップ。
当たんなかった。まあ、でも最後確定やろ。ちょっと俺も頑張るわ、団長。団長、団長、俺をキックしないでくださいね。いや、まあ、リュウちゃんだけ週間。あ、ハイの魔人、ハイの魔人、ハイの魔人。週間貢献120な。頑張る、頑張る。絶対もう120は重課金多分。いや、週間とりあえず1日1個ずつやっていってるから。おお、7は貯まるはず。配ってるね、配ってる。頑張ってるやろ。頑張れよ。お、励め励め。ちょっとキックされるから、励めよ。はい、7なかったらもうすぐダメだっつって。怖っ。キックで怖っ。じゃあ